待って、あ、いけたいけた、こんばんは、これを食べます。セブンイレブンの果物充実みかん果物充実みかんゼリー食べます。こんばんは、待って、ボサボサすぎる、でもごまかしてると思う多分。こんばんは、ありがとうございます、お疲れ様って、あ、待って、テロップ書くね。なんかそれっぽいみたいなのは聞いたんですけど、マジで最終枠って書こうと思ったら最終手段ってなっちゃった怖いちょっと怖い。トマスペンライトありがとう、タツニーハートありがとう、私は呼ばれてないのに来た、そう、うん、こんにちは、こんばんは、来るって言った、みんなお疲れ、雪のの後ろに知らない人いる、え、誰、タツニーハート100個ありがとう、ハナピー、ハナピーさ、うん、こないだ見たの、幽霊見た、え、レイも見たよ、どんな影だった、普通に人って感じだよね、じゃあ同じ人かも、え、マジ、レイは音を感じたよ、音が鳴ったの配信中に、で、ガサ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 、劇場でガサガサガサって言って、ちょいちょいちょい、誰も反応してなかったもん、横におった2人、あ、聞こえなかったってこと、レイの人、そう、多分、そんなことない絶対、なんでレイだけダメな、変わるダメだ、もう疲れ、ありがとう、チャーララランラランえ、今の何、分かんなかった、分かった、タツニーハートありがとうダメだ、ファイトありがとうこれ食べます、私もそれだった、ニハナがビクと思って私の時間遅くしたの正解だったね、ありがとう、嘘は良くないって、ほんまに幽霊見たんですよ、トモミハートありがとう、どういたしまして、うん、これ美味しい、うん、トラホーだって、やったー、こんばんは、怖い話好きなの、めっちゃ好き、ガチじゃん、え、そうなん、うん、え、じゃあ怖い話、レイ持ちネタあんねんけど、一個ある、寝る前とかに心霊スポットの見てるよ、うん、大好きなの、本当に大好き、超大好き、出して、はい、ね、レイの持ちネタ言っていい、うん、怖いお話、ティッシュ1枚、いいよ、いいな、え、じゃあほんまに聞いてな、いや、ま、言うで、みんな、いい、想像してほしい、目つぶって1回、ふきは目開けてていいよ、はい、くで、はいはい、皆さんも目つぶって聞いてくださいね、はい、聞いてます、どうぞ皆さん、A ちゃんと B 君がいました、はい、A ちゃんは毎日マフラーを巻いていました、はい、寒い日も、うん、暑い日も、はい、季節関係なくずっとマフラーを巻いてました、はい、B 君はその A ちゃんのマフラーを巻いてる姿を不思議に思ってある時聞いたんです、どうして A ちゃんは毎日マフラー巻いてるの、はい、A ちゃんは言いました、同じ中学校になったら教えてあげるよ、なんでそんなもったいぶらんでよくない、普通に意味がわからない、まあ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 、そのことさするんかわからない、ちょっとマジです、それが本名ですかって来てる、あ、ちょっといいですか、進めさせてもらっていいですか、世界世界続けさせてください、はい、で A ちゃんがそう言ったんですね、うん、だから B 君はどうしても知りたくて同じ中学に入学したんですよ、なんで意味わからない、なんでそんなことするの、やめて、で同じ中学に進学したんですよ、はい、でそしてその時に A ちゃんにね B 君が聞いたんです、同じ中学校に入ったから教えてよって、はい、そしたら A ちゃんは同じ高校に入ったら教えてあげるよ、いやさ、もうそんなやつ縁切れ、でそれで B 君がねどうしても知りたい、 B 君はだから A ちゃんと同じ高校を受験してしつこい進学したんです、同じ学校に、同じ学校に進学したんですね、はい、そしたらこあの B 君が A ちゃんに、 A ちゃん同じ高校に入ったから教えてよ、うん、そしたらさすがにね、そう A ちゃんはマフラーを取ってそしたら顔がボトっては何で笑いながら話してるの、落ちたんでーす怖い高速道路くんもありがとうどうしたんだろうそのそこ気になる、そこ気になる、終わったらそこ気になる、ハートさん100個ありがとう、人の顔落ちた後じゃんこれが怖い例の持ちネタですね、清文、キノコありがとう、ポンズさん、ロースカありがとう、笑っちゃった、なんか面白くて笑っちゃった、もうこの話さ、いろんなところでしすぎてさ結末自分で知ってるからさ笑っちゃった、もうレイもちょっとゲラだよね、本当にちょっと笑っちゃう、なんで顔が落ちたの、だって純粋な疑問、いやほんまに確かに意味わからへん、だからそんなマフラーでさ、させられるんだったけど、マフラーで繋いどってん、自分の命を、意味がわからへん、だからもともと取れてたの、だから幽霊ってこと、幽霊ってこと、もともと取れてて死んでるの、やのにさ、進学してるってことはさ、詐欺があるってことだからおかしくない、ちゃんとさ、合格表に名前入ってるんでしょ、だから
チームの顔するんでしょ、まあ、おかしいよね。おかしいよね。じゃあもっと怖い話したいよっか。おもちゃみんなボールありがとう。おもししてるよ。はい、コバありがとう。あんの、そんなそれを超えられるような。うん、ないあります。ないよ。よっか。うん、もういいって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 。何なの、行くで。はい。そんな意気込む。お風呂はどうしてたのって。確かにマフラー、おもろすぎる。確かにおもろい。そこはちょっと世界外やからやめてほしいな。そう、ね、それは NG。 で言うで、うん、じゃあほんまに次こそ携帯置いて、お願い、うん、ケンタ置いて。ネットショッピング中だから今。今ネットショッピングしてるから。あ、スノーマン、ありがとう。ありがとう。じゃあみんな、もう一回やるから、もう一個言うから。チーネー、ハートありがとう。じゃあもう一個言うからさ、みんなお願い、ほんまに想像してほしい。だから目つぶって。まず一旦、パキは目開けてていいから、配信してるからな。まあ目つぶれるならつぶってほしいけど、まあいいよ。まだほうちゃんはネットショッピングストップして目つぶって。いくで。想像して、ほんまに想像してほしい。してる、してる。いきまーす。A ちゃん、 A ちゃん一家がいました、はい、家族でお出かけをしていたんですよ。ま、A ちゃん、ね、もう A ちゃん本名で話すよね。A ちゃん、貞子ちゃん、貞子ちゃん、じゃ花子ちゃんにする。花子ちゃん、花子ちゃんがいました、うん、花子ちゃんは家族でね旅行に行ってたんですよ、うん、そこはそこは本当に家からそこはそこはそこはそことてもとてもそれはそれは大きな桃がみたいな。わー、怖い話させて。はい、でそこの旅行はとっても家から遠い場所だったんですよ、はい、なんか車で何時間もかけて行くような場所で、うん、新幹線で行け。でね、車しかないの、交通手段が、うん、それでと道を通ってる途中にあのお地蔵さんの像みたいな、うん、あるじゃん、地蔵みたいな、うん、あのちっこい神社みたいなさ、こう気軽にミニサイズの、よくさ神社の手前とかに置いてあるような、うん、気軽にお参りできますよみたいなちっこいお地蔵さんがおって、うん、で、まあ、それを見つけたから、なんかまあ車で通ってるけど車で通りながらお願いして、うん、A ちゃん家族は、うん、で、まあ、その場、まあ、お願い事したなみたいな感じで去っていったんですよ、うん、そしたらトンネルがねあって近くに、でこうトンネルを車でグイーンって行って抜けたらまた同じやつがあるんですよ、うん、で、あ、またあったからもう一回お願いしようってなってお願いしたんですね。で、そしてまた進んでいくとまたトンネルがあって、で、もう一回通るとまた同じような、ね、ま、地蔵があったんですよ、うん、で、あ、3回目やって、うん、だってもう一回お願いします。で、また車でグイーンと目的地まで行って、そしてまたトンネルが出てきて、うん、で、また地蔵がカットしてくれ出てきたんですよ。で、あれってなるやん、さすがに、さすがに4回もえってなるやん、見間違いではない、ね、そう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 、うん、で、えってなった家族が聞いてる、えってなった家族がね、またこう、また、まあ、とりあえず車にグイーンってまた進めますと、そしたらまた、まあ、出てきたんですよ、地蔵さんがっていう話。え、なになになに、これ落ちないやん、落ち忘れちゃった。あ、落ち忘れた。だからなんか自分がループしてんのかもう分からんくなるってこと。てか怖いじゃん、分かる。はーい、影のすみほさんハートありがとう。怖いでしょ。はい、ちーねーさんハートありがとう。地蔵のストーカー、ナナハートありがとう。つりちゃん、きのこありがとう。トマトさん、キノコありがとう。ハッシー、キノコありがとう。怖いでしょ。ようちゃん、ハートありがとう。チー姉さん、ハートありがとう。ありがとう、みんな。ございます。ちょ、花子やねんな、今日。劇場の怖い話、知ってる？オチ忘れちゃった。ある意味怖いって。オチないのが怖いって言われてもた。怖いよね、なんか劇場なんか変な。ショウイチ、ハートありがとう。そう、だからお地蔵さんがね、ノブノブ、ペンライトありがとう、レイちゃんが怖いって泣いちゃうよ、そんなの。ヨウちゃん、誰もありがとう、チチハートありがとう。やっぱさ、このゼリーをモチベにレイは今レッスン頑張ってたから。え、その話を怖いって、怖い話っていうレイポンが怖いだって。でもちゃんとオチはあったんだよね。そう、きっと。ヤヒチさん、バラありがとう。ゼリーの怖い話はないのやって。ハートありがとう。え、ゼリーの怖い話は
久保ちゃんミラーボールありがとう。ありますよ。何やろみんな話そっか。何やろ。あ、ガッテの TikTok あげたんですよ。ぜひ皆さん見てください。ガッテン承知。今プケの投げささいこ見て思い出した。ミラーボールが来たら投げささいこ踊るっていう挑戦。ハートありがとう。え、そうなんや、うん、レイこんなんしかしてない。前半しか知らんから。タワーありがとう。手紙前半しか踊れない。え、ね、超マーレインボースターありがとう。2週と50巻と感じてありがとうございます。あ、じゃあゼリーの怖い話していい？ HK3384 さん、きのこありがとう。無理すんなって。ほんまに怖い話を笑って話すと良くないらしいだって近寄ってくるよ。怖っ。来るね。怖い怖い。お払いお払い。怖い怖い怖い。お払いお払い。怖い怖い。あ、シェアしてなーい。シェアします。ポスト。お腹なった？なった。バレた？うん。サビまでしか知らない。チュチュハートありがとう。サビまでしか知らない。右扉の、右の扉に誰かいるやって。右の扉って、まず右の扉って何ですか？爆笑。これか、これや。ねえ、怖いからやめてください。シンチ、ハート100個ありがとう。トマトさん、レインボースターありがとう。ヤスさん、レインボースターじゃなくて、やばい、ミラボールありがとう。シーヤさん、キノコありがとう。ダルタさん、ハートありがとう。お払いはしたことないけど、してみたくない？してみたくない。してみたい。だってさ、自分に今もしかしたらついてるかもしれん。見てほしい。でもさ、うん、別にそれ害がないからさ、お払いする必要なくない？それでだって肩こりとかがひどかったらどうする？ようちゃん、ハートありがとう。はっ、この音がいて今声でどこがいて。チーム、バラありがとう。手叩いたりするのがいいんだって。あの握手会とかさ、すぐ映っちゃうんだって。え、映画。そうなん？人から人に。だからなんか私らからマジン君、レインボースターありがとう。その3人のファンの方は一回握手する前に言ってから握手してください。あ、ほんまや。確かに。塩を振りかけたらいい。そうそう、お互いこうってやってから握手から。モバメ届いてやってありがとう。あ、ほのかちゃん、くまありがとう。何何何？くまありがとう。何何？違う。何読んだ？くま来たから、タワー来たから、カキカキする。何何何？見ました。何？くまありがとう。いるよ。ねえ。めっちゃ人間だったよね。これ裏映るかな？知らんけど、お互い違うから見た。え、ほのぴーじゃ、ほのぴーって書いて。違う。ほのかちゃん。私タワー送ってないんだけどな。違う子。本当だ。じゃあ私にも手紙書いて。書かない。タワー送ってくれたら。手紙書いてよ。じゃあこの子ほのぴーって呼ばれてるのかな。やほのぴーって、私さ、ほんまにさ、ほのぴーってさ、呼ばれてたもん、小学校の時。そうなの？え、だって、普通のさ、あれがキャッチフレーズってさ、ほのぴーこと西田ほのかですよね。ほのぴー。やった。すごい。じゃあほのかちゃん、くまありがとう。ほのぴーでお願いしますだってこと。違うでしょ。手紙書いて、ほんまに愛の手紙。ようちゃん、ハート100個ありがとう。それは生誕祭の来年の。一回手紙書いて。生誕祭で。やだ。新レインボス、あ、きのこありがとう。え？やだ。なんで？紙やるから書いて、紙。ダメ。客席でも出るらしい。言うよな、客席。え、だからさ、あれでしょ、あ、ごめん、こっち側がさ、あそこにいたよねみたいに言ってさ、いなかったんじゃん。待って、あったよね、一回なかった。レイさ、ね、やめて、その顔、おるみたいな、誰かおるみたいな顔でみんな見てって聞いてほしい。レイな、これは心霊とかじゃなくて普通にびっくりした話やねんけど、うん、レイが初めて見に行った時は、うん、怖いの？公園、公園ファンとして。そう、一番前の列のさ、妹島関な、一番前の島関の、うん、一番端って今席として、うん、使われてないやん、うん、使われてたよ。で次行った時は使われてなかった。見てないな、見えへんからちゃう、あそこって。でもさ、レイマジ1週間後とかに行って1回見た。やめぜよ、使われてなかった。そういなかったんじゃない、そもそも。レイポンにしか見えない。怖くない、怖くない。そう考えたら本校はこれマジで、これでマジレス来たらおもろい。なんとかのためですよ。何、あ、ちょっと待って、太鼓、熊田はありがとう、書きます。ちょっと話がレイポに手紙書いてあげる。でもね、下半身がなかったの。え、怖、え、怖い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 、本当に下半身なくて、なんか怖すぎ。紙ちょうだい、なんか焦げ茶色。いいよ、ね、でもあんま使ってほしくないけど、いいよ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 、使って使って、全然使って。やだ、使いたくない。なんで、まだまだあるから大丈夫、お家にあるから。人影がバーンって入ってた。え、怖っ。しかも色が焦げ茶色で下半身がない。でも後頭部はちゃんと、レイポンがあんま好きじゃない色にするね。え、そんな色ないよ。
やばいとか、なんでそんな怖いの見たの？わかんないよ。え、ちーたん怖い話レイモチネタあんねんけど、もういいってなんかね、同じ話レイポン見ないでね。タイコー、クマタワーありがとう。スイバルの赤 T さん、ハートありがとう。クマ、ありがとう。こんにちは。ミラボールありがとう。レイポンに手紙書かないと。シンダルム100個ありがとう。こっち側あげるね、こっち半分。あ、ゼリーの怖い話。ほのかちゃん、レイの。きのこありがとう。あ、ほのぴーとのコンビ名、ポンピーでいい？ね、ポンピー。やばい。なんでダメ？レイポンちゃん。シンハートありがとう。なに？なんですか？レイとチータのコンビ名は何やっけ、チータ。ダロタさん、ハートありがとう。シンヤさん、きのこありがとう。タッチューさん、だるまありがとう。ここいたよ、ここ。ちんちゃん、ミラボルありがとう。タイコ、レイモンスターありがとう。ポンピーにさ、みんなポンピーに積もってるファンの方たちも。なんでポンピーってダメ？なんでダメなの？ポンピー。いいじゃん。うちらプキピーだよ。ふみかちゃん、ハートありがとう。スリちゃん、キノコありがとう。ケイちゃん、ハートありがとう。ポンピーです。つりちゃん、きのこありがとう。愛の手紙だから。大根ハートありがとう。手紙書いてるからこっち見たらダメだよ。オッケー。キクヤン、きのこありがとう。星投げ2周目と50カウント完了ってありがとう。青島、お手紙ありがとう。ポンピー、そう。ポンピーよくない？結構気に入って。ほのかちゃん、リスみたいなやつありがとう。これさ、これだよ。テンナの情報発信かも。だからテンナの。あれかもしれない。パッタン？なんだっけ、テンナの違う。あのテンナのなんだっけ、あの生き量かもしれない。吉本ケニーさんのやつ。マジ？めっちゃ可愛くない？テンナさん。可愛いじゃん。名前関係。誰？え、何してきた？ダメだよ。ヨウちゃん、ハートありがとう。タイコ、キノコありがとう。ショウイチ、ハートありがとう。キラリンビンポンピ、キングポンピ、キングポンピって何？キングボンビーやん。何それ？シンペンライトありがとう。高速道路クマありがとう。あ、ウサタが。え、呼んでいい？うん、いいよ。どうよ。チッタンはポンちゃんが。ね、読んじゃダメだって。ビッグラブって書いてる。これがやってほしい。よかった。ねえ、ワンちゃん。何？タイコ、キノコありがとう。シンペンライドありがとう。やめて、呪われるそこ。桃鉄、あ、桃鉄さ、してみたいねんけど。やったことないの？ない。やりたい。スイッチはあんねんけど。シン、誰もありがとう。ショウイチハートありがとう。ポンピーです。芸研でさ、桃鉄できるかな。やりたい。桃鉄100年。芸研出てみたい。ゲーム苦手やけど。落ちちゃうね。あ、ショーンあんま得意じゃない。ホノピーとコッコリさんしてみて。じゃないよ。いやや。ホノピーなんかふざけ出しそうなんで嫌です。レイちゃん。とっくりさんとかでとっくりさん。セーター。レイちゃん何も知らんなって。何も知らないです。この時点で呪われます。シンダルメ100個ありがとう。プリスケ、レインボースターありがとう。あ、明日の配信、朝決めます。また。ちょっと今予定が手元になくて。あーげないしてだって。あとで。しません。食べます。だってもうあとこんだけしかない。ホノピーみたいだって。ホノピー。ホノピーは NG 今。そうなん？なんかね。じゃあちょっと一瞬。あやみ？なになに？あやみ？今三人。なあ！りょうちゃん、本当ありがとう。ダメです。危ないので。あやみちゃんってなんなん？あやみちゃんいんの？え、どこどこ？あやみちゃんどこ？見つけたい。あ、うち来るかいって。え、行く行く行く。ゼリー美味しい。チータンの家に来るんじゃないの？だってチータンさ、だってレイさ、チータンの家行くって話もう半年ぐらいしてるくない？え、じゃあ今日行っていい？今日めっちゃ急やん。今日はいい。気使わせんなって。コンビ怖いの得意？え、あやみ、桃鉄しようよ。あ、じゃあ、あやみがいい。配信予定決まってもね、今日ツイートできなかった、忘れてたんです、ごめんなさい。
しゅうくんハートありがとう。あのいつもはツイートしてるんですけど、今日はちょっとツイートするの忘れてたんです。ごめんなさい。ね、わかったん。桃鉄したいね。ガッガサガッガサコラボやばい。帰る。しゅうくんハート100個ありがとう。ほんまは、え、ほんまにごめんね。今日はね、もう忘れちゃったんです。でも私も無理ですよ。だからあのほのぴーもほのぴーと一緒に行く、遊び行く。じゃあ明日ね。ねレイさ、スイッチでさ、昨日じゃ、おとついぐらいにさ、おとついじゃないわ、1ヶ月前ぐらいかな、ごめんめっちゃ忘れた。1ヶ月前ぐらいにな、久しぶりにな、ぷよぷよやった。ぷよぷよ知ってる？ぷよぷよ、ぷよぷよ、あっちじゃない？え、山田の方じゃなくて、あのなんだっけ、アンドロイド山田の方のぷよぷよじゃなくて、ぷよぷよってさ、それだけだっけ。アンドロイド山田って何？え、違う、なんかアンドロイド山田ってヨーカーってやつじゃないの？丸いやつ。ヨーカーってぷよぷよじゃない。ヨーカーってプニプニ、プニプニか、プニプニってなんだっけ。プニプニあれか、丸いやつ。ぷよぷよやん。ぷよぷよ、ごめん、レイのイントネーションがおかしかったわ。ヨーカーってがプニプニ。私は聞きました、アンドロイド山田。アンドロイド山田でさ、ヨーカーってわかんの俺だけ多分。知ってたもん。分かったよ、アンドロイド山田。え、やってた？何、わかんのか。当時そのやつ、当時当時やばい。そんなバカにしないでよ。当時バカにしないでよ。そんな知ってたのですから。でもさ、プニプニさ、これ10時までやります。バイバイ、気をつけて。バイバイ。もうプニプニ消しちゃった。気迫な。10時までやります、私も。あ、ほんま、うん、やろう。バイバイ。バイバイ。てのにさ、チューしたらさ、こうやってやってきた。え、待って、さ、かわいい。ねえ、次それ来てくるとき教えて。やめて。やめて。次教えて、それ。じゃあね、レイも餃子持ってんねん。え、餃子持ってる？違う、今日あれのエビを着てこようと思って、三つ編みでこようと思ったの。あのまま。え、モロあれやん。うん。で、バケハ、そう。やばい。え、なあ。今日は。え、なんもない。なんもない。バイバイ。やったー。お願いします。妖怪王子&アンドロイド。そう。え、船橋やん。緑の雪なの。持ってんの？お式屋とかで。あ、そうなん？知らんかった。来てきたことあった？アンドロイド古川です。今日来てた？アンドロイド山田は私のツイッターの固定めっちゃ来てるで、見て、固定ツイートの動画を見てから、やめて、まあ、いろんな検索していただけると分かります。ねえ、ダメだよ。私の動画を見てから。アツシ、レインボースターありがとう。桃鉄もぷよぷよもマリッパもし、え、しよう。アンドロイド山田がギリ分かるぐらいのとこまで妖怪ウォッチ見てたわって。え、妖怪ウォッチレモン見てたんやけど。そうなんですよ。最高、キノコありがとう。そう、船橋。ようちゃん、ハート3つのやつありがとう。めっちゃ好き。シカオかわいい、ありがとう。太鼓グーグーありがとう。シュウくん、キノコありがとう。天だね。最悪は。なんでこっち指さしたの？こっちがなんか急に消えてる。ティッシュ、ティッシュ。ティッシュ求む。怖いって呪われた。どうせば中庭さん。もういいって。ゴミ。いいって、もう見たって。誰か写真撮って。はい、やって。ダメ。早く。早くやって。載せれへんやん、こんなん。バカバカ。じゃあちゃんとはめて、ちゃんとはめて。ちゃんとはめて。え、映ってんの？え、じゃあこれ写真俺も見た。あ、よかった。あ、来た、姉さん。あ、来たよ。あ、姉さん。あ、姉さん。ぜひも、誰もありがとう。山ちゃん、ハートありがとう。ありがとうございます。みんな来た。同じことやってるし。ちゃん山ハートありがとう。みそにゃが来ました。しんだるもありがとう。ていうか、かわいいでしょ？そんなん言わないで。言わないで。こんにちは。太鼓、きのこありがとう。お話し中。たけまる、バラありがとう。見て、みそらちゃん、みそにゃ、姉さん、怖いなって。さゆきです。違うよ。ありがとう。あ、たいこ、紫のろうそくありがとう。顔しか映ってない。博多にです。はい、博多に。ポロ、待って、バレた。やめて。バイバイ。じゃ、もしかしてちょっと見てください。さ、貞子、貞子。あ、あ、あ、できました。怖い。これ、ちったんだよ。
チーが…セクシーゆうちゃん、ハート100個ありがとう。ハガタナからのハガタニです。ありがとう。じゃあみんなバイバイ。バイバイ。ポンピーでーす。シン、ダルマ100個ありがとう。なんか匂ってくる。今リハ終わりだからいい匂いはしないよ。スピン、スピン、それな。明日はメイクする。しぶしぶ。さゆきちゃんだって。さゆき。あ、あやみがさゆさゆって呼んでる。やばい。ゆうちゃん、ダルマありがとう。チュチュハートありがとう。ゆうちゃん、ペンライトありがとう。後ろにおって、え、めっちゃ怖い。じゃあ行こうな、みんなで。そう、キューキーめっちゃわちゃわちゃしてるよ。パーリーないでしょ、パーリー。ポンピーでーす。ゆうちゃん、バラありがとう。にぎやか。セイグンスピリット、ファイトありがとう。え、そう、女子高すぎる。ゆうちゃん、グーグーありがとう。ペンライト、じゃあレインボースターも音符もありがとう。ちょっと鼻声なんですよ、今。ゆうちゃん、音符ありがとう。バイバイ。ヘイス、ハセジャパン、バイバイ。ハートありがとう。頑張り上がり。早く来て、こっち。椅子持ってきて、ここ。姉さんがやっと来てくれたよ。明日の配信時間、朝の配信時間は6時半。え、何時がいいですか ?6 時半にしようかな。今日も6時半やったし。バイ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 。スノーマン、キノコありがとう。わかねえでーす。姉さん遅いよって。こんにちは、二人のチーポン来てくれた。サンサンせんべい、かわいい、ありがとう。ゆうちゃん、ありがとう。え、ちょ、あかんです、多分。あかんです、多分、それ。あれ、落ちた。あ、そこそこ。それでは、一曲。じゃ、マジであかんて。姉さんが怒ってる。バイバイって、ありがとう、来てくれて。ゆうちゃん、ハートありがとう。6時半にしようかな、朝は。わかんない、みんな気をつけて帰りよーって。ゆうちゃん、ハート500個ありがとう。わかんない、来ました。あの、なんかつけるね、差し込む。最悪、あんた。うん、ほんま姉さん、ごめん、小3の頃の他人の間にしたかった。できれば6時半から7時の30分だけ。あ、わかりました。ヒルダーできるか分からへんねんな、明日。ちょっと確認するね、お家帰ってから。いや、本当になんか顔が似てるっていうよりも雰囲気が似てる。え、わかる。え、でもさ、顔さ、ふとした時めっちゃ似てへん、なんか、なら、なんか、なんか似てんねんな、顔も。なんか似てる。ゆうちゃん、ハート1000個ありがとう。部類に分けたら同じ。お昼ね、配信したい。姉さん来たら安心感って。姉さんがチータン叱ってるって。リアルタイムで配信されました。でもレイポンはさ、お姉ってど、なんかもう誰か、誰にさ、お姉ちゃんと似てるって言われたか分からへん。お姉ちゃんに聞くやん、全然違くない？違う雰囲気、全然違うよな。なんかもう逆って感じ。確かに全然違うねん、系統が。あつし、レインボースターありがとう。綺麗、かっこいい、かわいいみたいな。そう、そうなんす。レイポンはかわいい。しんちゃん、風呂敷ありがとう。誰か触れてくれるかなと思って、それやったら今は頑張って、頑張りましょう。残り、ゆうちゃん、きのこありがとう。バラも、小一ハートありがとう。今半分ずつ多分映ってるから。そう、どっちも応援してるよ。え、明日ね、リハーサルはないけどね、ちょっと学校とか行かないとダメなんですよ。あ、そうだ、今芸研さん、芸研してるんじゃない？二人のコンビ名決まったって。わかったんとレイは別れいです。安定に別れい。何が、何だろう、若雪、雪若。え、告知するときに朝1時間に。え、そうだから朝1時間して、あ、1時間30分でもいいんだけど。あ、ゆけきのこありがとう。すみかちゃん、ペンライトありがとう。しょういちハートありがとう。朝して、その時にまた今日決めちゃおうかな。待って、ほんまにごめん、マジで鼻かんできていい？一回退出していい？一回、マジでごめん、マジでごめん、鼻すすりたい。ハガレイです。ハガレイのモノマネしてやってて。レイポンの頭ポンポンしてほしいな。レイポンの頭ポンポンしてほしいな。ポンポンお願いします。ポンポンしたい。ポンポンしてほしい。ポンポンしたいです。はい、ポンと弾ける笑顔、みんなハッピーにするのは
ねんぽーん、みんな頭ポンポンしてほしいな。やっぱ怒られるレイポンのファンの方にほんまにあかん。似てた、どうしよう、レイポンのさファンの方がさ退出しちゃったらダメだから、ちゃんと皆さ ん, ごめん、ね、レイポンの応援怒らないでください。決して決して邪魔をしに来たわけではないので、本当にこれ見せたんかな、見せてた、ダメだって。ダメなんや、レイポンがすっごくすごくエッチな筆箱を持ってるんです。皆さんエッティな筆箱を持ってるんです。ゴミ、ね、ポンちゃん、ポンちゃんほらほらエッティな筆箱持ってるもんね。私がはい、代打代打来ました。あ、多かったん、多かったん、多かったん、何してんの、ちっちゃくなった。タムタムありがとう、ありがとう、なんか赤ちゃんになった。何してんの、多かったん、もっとやってって。みんな何してたんですか今。太鼓拍手ありがとう。なんでもないよ。ちぃ、なんでもないよ。ちぃさ、なんでそんないつも犬の物真似ばっかりしてんの。なんでそこに触れてくるんだよ。お姉ちゃんとして恥ずかしい、私は。バカは、バカは恥ずかしい。お姉ちゃん。お姉ちゃんとして恥ずかしい。今、今さっきのやつレイポの前でやってやって。やってよ、何してたの。はい。ポンと弾ける笑顔、みんなをハッピーにするのはレイポン。みんなの頭ポンポンしてほしいな。悪意しか感じませんね、これはもう。だってレイやもん、レイ、レイやもん、レイやもん。確かに、サンサンハート、ありがとう。じゃあ、じゃあ、ワカの挨拶していい？なぁ、ちょっとできる。え、レイ、レイ、あ、ワカ、ワカにやらせて、ワカの、まずは見と、見本見させて。いやいやいや、みんなの心を眺ませるのは、あ、違う違う違う、どうやっていいのやろ。なんけ、自分の挨拶、なんかポカポカ、何も覚えてない。行きました、うん、言ってみて。ポケちゃんできるよね、わかので全部できるよね。みんなのハートポカポカにするのは、わかったわかの魅力は欲しい。できた、みんなひどい。みんな何でも、はい、あんたできるよね、あんたとできるよね、できるよ。あ、いくよ、なごみの鼻、あ、それだ、そうだ、ちょっと待って、わかってほしい、おちちゃん、おすかにしし19歳のわかたんこと、あばれわかです。耳がちぎれてまうよ。じゃあ、じゃあチーのモノマネします。何笑ってるの。青い腹っぱに優しく咲くの。絶対これよね、それでしょ。優しく咲くのはみんなのハートに愉快な花を咲かせたい。いつも声が入っちゃうから。キラララララ、いつもさ声調子悪いのかなって思うけど。そうなん、キヨウミ、キノコありがとう。どんなタイミングでキノコありがとう。タイミングやろ。キノコすごいな、愉快な花を咲かせたい。キノコありがとう。アツシ、レインボースターありがとう。にっちゃん、ハートありがとう。てか、暑ない、この部屋。炭酸せんべい、かわいい、ありがとう。よし、きのこありがとう。ゆきペンライトありがとう。しょういちハートありがとう。あ、ぷきちゃんの挨拶もやろうか。ぷきちゃんとさ、きのこありがとう。え、やっていい？隣だもんね。あ、もうできなかったらどうなるか分かってるかな。だっていつもあのプキの挨拶は聞いてれば今やってるから。そうだね。いくで。黒のレインボーありがとう。可愛いありがとう。あ、何番に降ってきた？雪の妖精はプキの。違うよね。みんなプキなんて呼び出しちゃうけど本当に汗かいてめっちゃ思わ。もう一回いくで。何番に降ってきた？雪の妖精は雪の。みんなを、あ、待って、分かった、幸せにします。違う違う違う、でお前のことがいっちゃん好きだって。お前のことがいっちゃん好きだって。ラテだしね。え、いっちゃん好きラテだしね。何て言ったよ。いっちゃん好きラテって待って、いっちゃん好きだってやろ。ラテね、雪の妖精は雪好きラテ。あ、ラテ、お前え、ラテだ、ラテやと思った。みんなに言われる、それみんななんか真似してくるだけ。それなんだ、自分もだってやと思ってた。ラテだよ、ラテ。なんでだってさ、カフェラテみたいな感じで覚えや。で、そうやって覚えてる。覚えなくていいよ。
で、この覚え方は覚えてる。キャンスキラテ、いっちゃん好きだて、やすさん、かわいい、ありがとう。何が抹茶ペンライトありがとう。そよちゃん、ハートありがとう。青島きのこありがとう。そう、あのな、チータンのモノマネは声が裏返ったら成功やで。ジョー、レインボースターありがとう。何、重い、うん、重くない。チャイさん、タコありがとう。氷のように軽い。ジョーちゃん、誰もありがとう。え、あと誰のモノマネする次挨拶。誰がいい？じゃあ、テンナ、オッケーオッケーオッケー。行くで。今日もみんな、行けてんな。みんなテンナに、惚れてんな。惚れてんねなんかテナはちょっとなんかどやってるいつも、うん、これでなぁめっちゃ長いしね、なんか最初の時間しかないさ、ケーキだけで披露して、うん、みんなテナに惚れてんなというのを、そうみんなテナに惚れてんな、今思ったら恥ずかしくない、みんなの前でかけるし、一人ずつやってほしい、してほしいな最悪なのよ、分かってほしい、張り切ってちゃんとやったからな、みんなチータも張り切って切られるな、なんかチータは最初からマジで張り切ってたやんか、だからすごいアイドルやなと思って、最初だって最初はさ、みんな出来たてやから、うん、あの覚えて言うので必死やん、なのにチーターは、チーターは青い腹っぱに優しく咲くのはちょっと振りもあったよね、そうそう振りもあった、みんな結構さ言われてたじゃん、ちゃんともうちょっとやってみる、そうなんか例えばレイやったらこうやってやったら可愛いよみたいな言われてんのに、うん、チーターはもともと振りがあるから準備してきてた最初から、何すごいなと思った、ヘイヘイやって、行きます、あ、じゃあ行きますから始まる、いいよ、ちゃんと行きます、ヘイヘイ、波になろ、愛を学ぶ、え、一緒にだよ、はい、まなみに怒られます、ヘイヘイ、一緒に波に乗ろ愛の眼差しでちょっとさ、夢の国のキャラクターが出てた、みんなのハートをつかむのはまなみ、まなの魅力を、え、まなの魅力それバカの魅力やな、自分学んでほしいの、マナミは。マナミ、チャイさん、何っけ、ありがとう、北野大地さん、ポーションありがとう。へいへい、一緒に飲みに乗ろう、愛の眼差しでみんなのハートをつかむのはマナミ。ありがとうございますじゃない？あ、そう、ありがとうございます。あ、だけど終わりか。うん、多分。なんかもうさ、バカの魅力を分かってほしいから物足りなく感じちゃう。え、わかる。セイガンスピリット、ペンライトありがとう。勝手につけ足したから。ね、混ざっちゃうよな、他の人の。わかる。声入れな。自己紹介とうかいだよ、ヨちゃん500個、誰もありがとう、みんなのハートを和ませるのはあの子より、その子より、かわより、ありがとうございます、さゆきちゃん、さゆきちゃん、もうさゆきはもうできる、はい、勇気、あ、ポジティブ全開、勇気、元気、さゆき、みんな好きやっちゃ、さゆきに会いに来られー、来られー、会いに来られ、会いに来られ、そう、抑揚付きんでぴょんぴょん飛んでる、いつも、あ、確かに、そう、そのイメージある、星投げ練習完了です、ありがとう、リオピのさ、みーちゃん、ダモンデイゴめっちゃ好き、え、てかさ、あのさ、リオピさ、なんか見たく、見たくって使ってたの最近、え、そう、なんかさ、反省会だやろ、使い方、その言葉の使い方がめっちゃお上品、え、なんかさ、静岡弁やん多分それ、うん、だから使ってるやん、キャッチコピーに、うん、フレーズか、キャッチフレーズに、でもさ、見たくなんて聞いたことないやんか、だからさ、え、ほんまに使うんやと思ってさ、マジでびっくりした、どんな感じ、え、なんかだから、まるまる見たくさみたいな感じで普通にさらって入ってたんだけど、そうそうそう、え、見たく、なんかさ、みたいにみたいな、なんか見たくなと思った、勝手に、え、あつし、ペンライトありがとう、聞くやん、誰もありがとう、だって何々見たく、ジョー、キノコのうちゃ、え、これってさ、これは普通のやつ、これはタワーではない、これが10個になったらタワー、あ、そうやな、そうやな、オッケーオッケーオッケー、ありがとう、アミアヤもやってって、アミアヤ、アミタンできんで、あ、タワー、タワー来たやつ、やっぱこれタワーなんや、タワーか、なんか、でもすっごい大きいよ、キノコの家、あ、キノコの家タワーです、これ、書きます、タワーか、ジョー、これ一本もやの、何何そこに？ミラーボール中から。え、じゃあレジスタンス、レジスタンス、制服レジスタンスにしよう。なんか暴れてるんだけど、ゆきも。キノコのお家でいいかな。ストーブで5センチ覆って。プギの。
吐いた分自由に。最悪。あせっかくせっかく、はい、やった、はいはい、自由になりたい。クロロスを食いながらしらけているのは正しいことなんかあるわけないから、どこかで携帯の着メロなって、はい、誰かから遊びのお誘い。ここ好き。じゃあキノコのお家タワー、タワー、タワーって書いておこう。え、レイはうんざりが好き。じゃあキノコのタワーありがとう。あれはね、何回やってもね、ありがとう。もっと強くもっと強くて毎回やるから、ありがとうございます。もう頭吹き飛びそうになる。吹きのね、ノリノリ。見たくって結構使うらしいよ。でも他の人使うんやな。ありがとう。マーボさん、レインボスありがとう。タチュンさん、オンパありがとう。みーちゃん、ハートありがとう。ペンライトありがとう。じゅんぺい44さん、皆さん、支払い期限が明日までですよ。明日までです。今ので思い出した。明日までです。明日までです。ミラボル10個ありがとう。あ、ノブノブペンライトありがとう。青島ペンライトありがとう。あ、高速道路クマありがとう。ペンライトありがとう。あと誰のモノマネする？アミアヤ、アミアヤ、マジで絶対に可愛い。ドキドキ、クルクル、なんつって。違う違う、ニコニコ、キラキラ、キラキラ、ニコニコ、キラキラ、ニコニコじゃなかった？キラキラ、ニコニコ、クルクル回る。アミちゃん、みんなを元気満タンにするで。みんなを元気満タンにするで。めっちゃひどい目で見ちゃった。ちょっと坂田さんと混ざったんじゃ今。あ、そっか。多分、みんなを笑顔満、幸せ満タン、元気満タン。誰に会いに来た？坂田さん、笑顔満タン。みんなを笑顔満タンにしちゃう。ジョーが、ジョーが坂田美咲さんで、多分元気満タン見たんだよ。元気満タンやけ。ふみかちゃん、ハートありがとう。みんなを元気満タンにするで。あ、そうや。ゆうみさん、ゆうみさん、ゆうみさんは言うよ、言っちゃうよ、言っちゃって。ゆうみはみんなのことが大好き。かわいい、かわいい、マジでかわいい。声がめっちゃいい。うん、わかる。ゆうみさんの声ってほんまに素敵。あやみ、あやみ、待って、ナンバーの鉄人しか待って、ナンバーの鉄人といえば、え、違う、その前になんかあるよ、だって。え、合ってるくない？合ってる。で、なんかあやみの笑顔に、すんちゃん、え、嘘、ありがとう。なんかなかった？みんなのハートにフルスイングみたいなやつ。あ、ハートありがとう。ねっけ、あ、そうや、そうや、みんなのハートにフルスイング。ナンバーの鉄人といえば、あやみ、あやみの笑顔にやみつきになる。かわいい、かわいい。チューチュー、レインボースターありがとう。こんばんは、はじめまして。ありがとう。運だ、記憶がある。星投げ25週間と終了、おやすみなさい。ありがとうございます。あと誰や？ごめん、めっちゃ左太ももに体重乗せてたから右にずらします。ほのぴー、ほのぴー、ほのぴーさ、なんかいつも可愛いんだよね。ちょっとだけ助走つけとしてる。そうそうそう、後ろに。ほのぴーはうちうちまたいねしか出てこへん。どうしよう。あ、キョルミン、キョルミョンジャチャさん、クマありがとう。ありがとう。ありがとう。あやみ本人いんの？あやみ。あ、正解だって。ありがとう、あやみ。正解だって。自己紹介。やった。ね、はーいとか違う。それいつみんな言うし。あ、炎のように熱い。あ、そう、あなたのハートにリコホノピーします。普通にさ、考えたら可愛いよな。なんかさ、ホノピーさ、なんか披露する時からさ、エルチの前でちょっとギャグ混じりで言ってたやん。でもめちゃめちゃ可愛いよな。くるみちゃん、ハート100個ありがとう。ともたんさん、誰もありがとう。ちゃん、アヒスありがとう。ありがとうございます。れいにゃ、れいにゃ、あ、ようちゃん、誰もありがとう。たいこ、おきのこありがとう。ゆきちゃんが緑やから緑のだるまいっぱいの。みーちゃん、ハートありがとう。え、すごい。待って、次誰する？あ、はまもん、怖い。ペンライトありがとう。れいにゃ、れいにゃ、れいにゃ、ゼロ番取ったんで。え、そうそう、その前なんかあるくない？みーにゃー、あ、待って、なんかあるじゃん。カウントダウンお願いします。あ、それそれ、カウントダウン、はーい。みーにゃー、にーにゃー、いーにゃー、れーにゃー、ありがとうございます。こうや、こまたわ、ありがとう。ゼロ番取った、あれやん。わ、こまー、ありがとうございます。こんなんで気まずいの？そんなんです？みたいな。じゃあ次、あの、こうや、ミラーボール来て1分間これですよ。なんでこれやります？
写メも握手会も楽しみ。やったー。ねえ、ほんまに楽しみやねんけど、レイイベントなんかさ、前オンライン話変わった瞬間さ、うん、寂しかったよ、ね、なんか初めてのイベントやったからめっちゃ楽しかった。最後の部の最後の人の時にもう泣きすぎてもう、なんか泣きそうになって、なんかもう終わっちゃうって思ったら悲しくて、本当にマジでもまた歩いていこうや。困ったわ、ありがとう。くまくま、ありがとう。チャイさんありがとう。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。レミオさん、レインボーさん、ありがとう。みーちゃん、くまくま寂しいやろって。そう、わかちゃんいますよ。わか、わかりたいの皆さん、わかちゃんいますよ。はい、チープチー。そう、寂しいですよ。チープチーです。いません。くまくま、ありがとうございます。ようちゃん、誰もありがとう。ゆうちゃん、結婚してありがとう。今度はランダムじゃなくて個別だから。あ、レイオ、レイオ、レイオの自己紹介。確かに前回はあれだったもん。レイオ、レイオは、レイオと一緒に出たことないから、やったことないの。え、はい、任せてください。令和のアイドル、その中央、え、なになに、何すんの。あの、次、あの、ミラーボールが来たら1分間これで止まるっていうの約束したからな、さっき。オッケー、じゃあ今の間になんか面白いこと言おう。うん、何にしよう。笑わしよう。うち、うち元やねん。あ、わたわたわためっちゃ考えたのに今終わりました。待って、令和の、あ、令和のアイドル、その中央にいるのは、待って待って、なんかいっぱい来ちゃった、ね、面白いことよ、面白いことよ。武器、あそこ誰かいる。あ、次、次なあ、武器、この椅子、ナイス。あ、次、次、あ、次、どうしよう。一番好き立て笑った。ゆうちゃん、だるませんこありがとう。ちょっと待って、あ、待って、10分前だよ。ケイちゃん、花束、お花、バラのお花ありがとう。ちょっとカエル顔切るからね。太鼓、紫のろうそくありがとう。どうしよう、なんかあるかな。お疲れ様です。ジョー、キノコありがとう。笑ってるやん。ありがとう。この全部笑って。ちょっと待って。高速道路かも、ありがとう。あ、よしみ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 。よしみんなでレッツメロディー。たこ焼きほっぺでみんなを熱々にするのは。ありがとう。ケイオさん、ありがとう。よしさん、かっこいい、ありがとう。みんちゅんさん、ありがとう。熱々にするのはよしみ。出会ったよしみで応援してな。ミラボー、ありがとう。浴衣虫のマブさん、あ、ちゃんしも、くまたま、ありがとう。書きます。あ、ちゃんと、ちゃんと、待機。じゃあ、ぷきちゃんが待機してる間に書くね。ちゃんしも、ちゃんしも、なんか面白いこと言って。チータン、チータもじゃあ、あれしよう。やばいって、ランキング上がっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回。ね、あと10分だよ、プキちゃん。やばいって。今。プキちゃんを笑わせる会議なので、皆さん。サッチューさん、ハートありがとう。いいわね、中央にいるのは。チャンシモ、クマタワー、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。やばいみたいな顔して。チータン、はよやって。つむじょうなカメラ、やばい。ジョーハート、ありがとう。おはようだって。ありがとうございます。ヨーちゃん、ハートめつのやつ、ありがとう。くまったわ、ありがとう。ジョーハート先行、ありがとう。ケイちゃん、かわいい、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。西馬、西馬、西馬、西にやってきた。元気、え、なになに、レオ終わったよ、もうやったで、もうレオ。おはようとか言ったから。レオも終わったで。おはようって何。え、やったじゃん。なんかレオのキャッチフレーズ、おはようとか言い出した意味やから。西にやってきた。元気いっぱいのヒロイン、その名も西馬。見たことのない景色へ、ステージだよ、ステージへ一緒に行ってくれますか。ここは違う、ちょっと声が、見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。うまい、ちょっとリオピ、リオピディスってます。じゃあ、あなたのいじってリオピ何だっけ、最初チタのことディスってる。富士山、富士山見たく、日本一になるのはリオピ。みんなも一緒に頑張りよ、ピーだもんね。ずっと見ててよ、テリオさん。ありがとう。それや、ありがとう。かっちゅうくで、ジョー、紫の
やつありがとう、ろうそく。靴ひも、きのこありがとう、カシャカシャしてくる、わかちゃんが。ありがとうございます。あと7分、皆さん、あと7分ですよ。はい、あと7分らしいです。皆さん、ポンポンしてくれないんですか。ゆかさんの代わりにポンポン、ポンポンしてくれないんですか。カシャカシャしてくる、わかちゃんが。みんなと一緒に頑張りよ、ピーカ。みーちゃん、ハートありがとう。ハイゴレイ、わか。ハイゴレイ。膝の上に乗っています。乗ってます。好きだった。いちゃいちゃ。あ、ほら、笑わせてみ。はい、プキ、どうしよう。プキは、エビ。シータン、シータン。変顔して、変顔。いいよ。こっちに向かって。やだ。おーちゃん、それ、できるの。青島、お手紙ありがとう。ノブノブペンライトありがとう。ミソラ、あ、ミソラの自己紹介か。分かった。エビ。あ、ここちょっとカメラあるからな、変ができんっていう。あ、また始まった。カニ、エビ、カニ、エビ、カニ、カニ、カニ。アゴピ。本当に無理かも。ね、アゴピ今日の声よりやねんけど。無理かも。シーン、ソフトクリームありがとう。で、のご、すげえ。ちょっと待って、涙出るわ。ちょっと待って、ちょっと、タコありがとう。これはレイだからダメです。これが言っちゃもらえるよ。ヨウちゃん可愛い、ありがとう。でダメ、ね、本当に映るからこれ。ありがとう、やめてあげる。あ、5分前なので男女読みしていきます。はいよ、男女読みしていきます。13位、炭酸せんべい、ありがとう。12位、青島、ありがとう。はい、じゃあ私も11位、高速道路、ありがとう。10位、シン、ありがとう。9位、トマトさん、ありがとう。8位、ゆうちゃん、ありがとう。7位、スノーマン、ありがとう。6位、タムタム、ありがとう。5位、ジョー、ありがとう。4位、チャウシモ、ありがとう。3位、コウヤ、ありがとう。2位、ほのかちゃん、ありがとう。1位、タイコ、ありがとう。そして皆さん、わかた、ハイゴレ。そして皆さん、これかな。違うわ、うちや。チャンシモ、クマタワー、ありがとう。6位、ありがとう。コウヤ、クマタワー、ありがとう。4位、ツンちゃん、ありがとう。ジョー、3位、ヤスさん、キノコのおうちタワー、ありがとう。キノコ、ありがとう。1位、クマちゃんさん、ありがとう。タイコ、クマタワー、ありがとう。ありがとう。ほのかちゃん、クマタワー、ありがとう。ありがとうございます。エキストラの紹介をしたいと思います。青原若さん、はい、ありがとうございます。そして変顔してる青原ゆかさん、はい、ありがとうございます。青原姉妹が出てくれましたね。え、大丈夫やな、怖い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 、中学校1年生なので。若さんって、ありがとうございます。明日はね、6時半ぐらいからしますので、ツイートするね。あ、そうだ、TikTok 載せたので、載せた、もう、うん、ぜひ見てください、みんなの TikTok。 多分6時か6時半からです。エキストラありがとうって、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、楽しかった。みんな、レイポンとユキのみんな応援してるよ。ありがとう、応援してます。応援したい。2回目、2窓ありがとう。え、お姉ちゃん痩せた、やって嬉しい、ほんまに言ったよね、だから。そう、なんかゆきちゃんも前言ってくれたの。え、ください。でもマジでみんな痩せたくない？みんな痩せたもん。リハで動くっていうのもあるし、うん、そうだよ。あ、ブログ書かないと。後ろ誰かいるだって。誰？さっきのちゃんいたけど。頑張りましょう、残りあと2日か。頑張ろうね。皆さんありがとうございます。さよなら。キラリンビームさん、レインボースター、ありがとう。青原姉妹、ありがとう、だって。いい、ありがとうございました。ありがとうね、練習もあるのに。いくよ、こちらこそ。はい、です。してください。フェードアウト。ね、怖い。怖いよ。今日もお疲れ様、ありがとう。レインボースター、レインボースター。残りも頑張りましょうね。やばい。あれ？ペン一本、これかな。オッケー。気をつけて帰ろうね、みんな。帰るです。
楽しい配信ありがとうって、ありがとうございます。下から下からやばい。またねって、お疲れいて、ありがとう、頑張ってください、ありがとうございます、若ちゃんありがとうねって、ありがとう、こちらこそ、若ちゃんありがとう、応援してるよ応援してるよ、かわいい、ありがとうございます。あ、皆さん明日スマコネらしいです。おお、ぽいちゃんの公開しますか、うん、うん、らしいので、てっぺんラジオもお願いします。あ、お願いします。よかったらラジオがすごく SNS じゃねえ、宣伝の場になってますね。はい、はい、ツイッターのフォローと、お願いします。 TikTok と、あと何、握手会とか、握手会とか、あ、そうですね、締め切り、世代交代ジュニア公演もありますので、お願いします。はい、あ、てっぺんラジオとスマコネもお願いします。お疲れいた、あ、そうだ、ルームス、ルームス、ルームスもチェックしてください。ほんとだ、月初めにお願いします。全部してるって、ありがとうございます。お芋のね、スイーツもお願いします。あ、お願いします。ちょっとそれはよく、あ、待って、どうしよう、59分、もうどうする、配信だって切れちゃったら怖いじゃん、喋ってる途中に。いや、切れそう。ありがとうございます。え、あ、30秒じゃあ切ります。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ、ありがとう、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございます。お二人の応援をお願いします。バイバーイ。バイバーイ。やばい、鼻水が。